聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーションはいでは皆さんおはようございます六十 <laughs> 分でわかる旧約聖書第二十五回目今日はアイカですあるいはエレミアアイカという名前でもよく知られています。 これを今日取り上げたいいと思います、えー、先日3月3日のことでありますが熊本のオリーブの家で聖書フォーラムの開所式がありましたオリーブの家の施設の中で日曜日に礼拝をしているんですがその礼拝そのものが聖書フォーラムの一つとして正式に立ち上がりました 皆さんご存知のようにオリーブの家っていうのはこれは経営者景気を得た方々が社会復帰するまでの約半年間お手伝いをする自立準備ホームという名前の施設なんです,法人ですそこでの聖書フォーラムの開所式に私もお祝いに駆けつけて短くメッセージを語らせていただきました。 まあ30数名の方々が集まっていたんですが当然今入居しておられる方々これはファミリーと呼んでるんですね私たちはそれからっっていった方々が OB なんです。私がとっても感動したのは OB の方々が何人もそこに来ておられるんですあの方々は行き場がないんですそしてオリーブの家を巣立った後も その近くに住んでオリーブの家を自分の魂のふるさとというふうに考えておられるんですそういう方々が集まってこられて共に礼拝を捧げましたその時に私は短いメッセージでしたけれども皆さんに励ましのメッセージを語りました三つポイントを挙げてお話をしたんですで今日エレミアイカを通して学ぶ内容も それとそそっくりですそれは私がエレミアイカのメッセージを作り終えた後に発見したことなんです。その3つというのは何なのかこれはここに集っている私たち一人一人にも当てはまることです。一番目は人生やり直しが効くっていうことです。キリストにあって人生やり直しが効くんだということを強くアピールしました。 今日試練の中にいる方特に罪のゆえに苦しみの中に落ち込んでしまった方々がもしおられるとするならばキリストにあってやり直しが効くんだということを今日受け取っていただきたいと思います2番目に申し上げたことはあなたは愛されているということですあなたは愛されているで、その解消式で歌った歌が 君は愛されれるたために生まれたっていうご存知の方たくさんいるでしょうこの曲が「熊本オリーブの家」でのテーマ曲になってるんです。あなたは愛されるために生まれたんだこれは形容者の方々にとっては何という慰めに満ちた言葉でしょうか。3つ目のポイントは何かそれゆえ神を恐れていきなさい大声で言いました。 それいえ神を恐れて生きなさい。具体的にどうしたらいいのか。神を恐れて生きている人と一緒に歩んでいきなさい。ということですね。交わる友達が悪いと間違った方向に行きます。神を恐れて歩むっていうのは、神を恐れて歩んでいる人たちと共に歩むことです。この三つのポイントでメッセージを語らせていただきました。 今日も私は最後着地点のところはそこにいくと思います。やり直しがきゅんだ愛されてるんだそれゆえ神を恐れながら神を恐れる人々と共に歩もうではないかこれが今日の全体的なイメージなんですねさあイントロダクションを始めましょう今のはイントロダクションのイントロダクションでした。 イントロダクションは当然前回学んだエレミア書の確認から入ります。そしてその続編としてエレミアが書いた哀歌が何なのかということを学んでいくわけです。さあ、預言者エレミアについて前回何を学んだのかいくつかのことを挙げておきましたが一つはエレミアは補修期前の預言者だった。つまり バビロン忍衆に至るまでの過程で活躍した予言者だったということです。そして彼は涙の予言者としてよく知られているというお話をいたしました。涙の予言者。彼の涙の訳を知ったら演歌じゃないんですよ。エレミアの涙の訳を知ったら エレミアとになるんだよという話をしましまたエレミアという人は人格的には非常に繊細で慎み深い人物ですが彼が召された奉仕はユダの罪を糾弾するという非常に激しい奉仕に召されましたまあ彼の性格からするとおそらく最も苦手な奉仕でありましょうしかし神様はそのような人を用いて 裁きのメッセージをイスラエルの民にお告げになったわけです彼は長期間預言者として奉仕をしましたヨシア王の第13年ヨシっていうのはとてもいい王様です紀元前627年627年から働きを開始しましたそしてユダの最後のゼゼキアこの人は紀元前597年から586年まで 在いまましたがその代まで働きを続けたですから大雑把に言いますと40年以上彼は預言者として活躍したんです。でエレミアが活躍した時の国際情勢これをねしっかり理解してないといけないです。国際情勢は何かというと活動を開始した頃はアッシリアという国が覇権国だったんです。ところが世界の歴史は派遣国が 移りり変わっていく歴史でもありますアッシリアの次にどこが出てきたかというとバビロンです紀元前607年にバビロンがニネベを攻略しアッシリアを滅ぼしましたそしてバビロンがユダに向かって攻めてくるんですその時にユダはどうやって自分の国を守ったらいいかということです日本でも今 この国をどのように守るかっていうことが大きな議論になってますね。どこの国でもそうです。ユダの指導者はバビロンが攻めてくるこの国をどうやって守ったらいいのかっていう話をするんですけれども彼らが考えたのはとっても現実的な方法。つまりエジプトに援助を求めよう。エジプトに援助を求めエジプトの王と手を組めば助かるんじゃないか。 と考えたわけです。つまり政治的に動いたわけですね。エレミアはそれに対して大反対です。エレミアは神様のメッセージを伝えるんです。そしてユダの希望はエジプトと手を組むところにあるんじゃなくてイスラエルの神である主に立ち返るところにしかユダの希望はないんだというのがエレミアのメッセージです。国の 政策としてはエジプトに傾いていってるんです。その中でほぼ、ただ一人、偽予言者たちをたくさん敵に回しながら、エレミアだけが主に立ち返れっていうメッセージを語り、これは厳しい飯ですよ。彼は非常な迫害にありますね。その予言を語り続けたんです。その結果、どうなったのか。バビロンはユダを征服し、エルサレムを破壊したんです。 そして紀元前586年にバビロン保守に民は連れて行かれたんです,エんです,たたんです。エレミアの予言は外れたんですか当たったんですかどうエレミアの予言は外れたの当たったの当たったね。エレミアが予言した通りになったんだよね。僕らだったらどうだろうほら見ろ。 お前たちは私に反対してたけど私が言った通りになったやろじゃないんです。エレミアは自分が予言していたことがそのまま成就したことのゆえに涙を流してるんです。それが真の予言者の頃ですねそれで彼は愛歌を書いたんです。だから エレミヤ書の予言の成就があってアイカが生まれているんですさあ今日のアウトラインですアウトラインをご覧ください今日は1、2、3とありますそして3の中がさらに1、2、3と分かれています今日のアウトラインはエレミヤ書の流れを細かく解説するというよりは構造的なものを理解することによってそのメッセージを捉えようとしています ささご一緒に読みください1番署名アイカっていう署名がなぜ出てきたのか2番特徴エレミアアイカの特徴3番構成一、はい、嘆きのパターン2番アルファベット化3番キアズン交差追空法これはまた詳しく内容を説明しますね。この3つのつ部分に部分に分けて お話を今日展開していきます今日の結論着地点どこに向かっているか2つです。はい、1番不信仰の罪がもたらす3つの嘆きエレミアの嘆きはよく考えてみると聖書に出てくる3つの大きな嘆きを代表しているっていうことです。2番新名二28章との関係これよく見落とされるんですが非常に大事ですこれは。このこのとを 結論で取り上げたいと思いますではアウトラインに戻ってくださいアウトライン1,2,3とお読みしましょう1番はい署名2番特徴3番構成丸 ① 嘆きのパターン丸 ② アルファベット化 ③ キアズン交差追求法これで進めていきたいと思いますさあイントロダクション終わりました今からエレミアイカの内容に入りましょう ご準備よろしいですかはいじゃあ行きましょう1番目が署名ですね「愛花」って名前がどこから出てきたのかこの「愛花」っていう名前は愛花一章一節の言葉から取られてるんです一章の一節見てみましょうはいご一緒に「ああ人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている」 国々の中で大いなるものであったのにヤマメのようになった諸州のうちの女王は区役に服したとありますさあ人の群がっていたこの町っていうのは何のことでしょうかこの町は誰何ていう町エルサレムそれからヤ目メのようになったって誰が 誰がやもめのようになったの大阪の人ってもっと活発だったんじゃない <laughs> 誰エルサレムだよエルサレムの擬人法だよエルサレムを人に人間に例えてるのそれから諸州のうちの女王っていうのは誰エルサレムだよ区役に服したって誰がエルサレムだからエレミヤはエルサレムが崩壊した後 エルサレムを人間に例えて悲しい歌を歌ってるんだよでここで特に注目していただきたいのは最初の「アー」と訳された言葉です。ああ「アー」「ア皆さん言うことあります?「アー」これはヘブル語ではアイエカーって言葉「アイエカー」っていう言葉アイエカー」「アイエカー」。 「あえか」という言葉は「アーと「深海薬」は訳してるんだけど別の訳もあるんです。「新郷土薬」は「何故」って訳してます。「口語訳は同じです。「あ」です。文語訳は「ああ悲しいかな」と意味まで含めて訳してます。英語の訳ではよく使われるのは「ラらスという言葉「アラスあるいは「ハウです。「ラらスというと「悲しい」。 といいう意味が伝わってまいりまりすねですからこの最初の言葉「あ,あ」っていう言葉がすごく重要なんです。で旧約聖書ではこの「あ,あ」っていう言葉は嘆きを表現する時に特徴的な言葉なんです。いくつか例を挙げます第2サムエル1章19節第2サムエル1章19節はい。 イスラエルの誉れはお前の高きところで殺されたああ勇士たちは倒れたこれ有名な歌なんですどなたか分かりますか誰が作った歌かダビデが作ったどういう状況で作ったと思うサウルとヨナタンがペリシテ人に殺された時にダビデが呼んだ歌でこの歌の名前は何ていうそこまで知ってる人いる 有名なんだこれ弓の歌っていうの弓の歌でダビデが読んだ弓の歌でその中に「ああ」って出てくるでしょう悲しみの表現ですこれがアイエカーですもう一つ見てみましょうエレミア書の九章十九節「シオンから嘆きの声が聞こえるからだ ああ私たちは踏みにじられ痛く恥を見た私たちが国を見捨て彼らが私たちの住まいを投げ合ったからだとありますねさあこの役の中で「あいえいか」っていうのはどの言葉でしょうかああさすがですね皆さん「ああ」ですここでも「ああ」って使われてるでしょでユダヤ人のラビたちが書いた文章ラビ文書って言うんだよね それからユダヤ教の経典をタルムードって言うんですがラビ文書やタルムードではこのアイエカーっていう言葉を元になんて訳したかというとキノットっていう言葉に訳したんですキノットっていうのはこれは弔いの歌なんです聴歌です弔いの歌キノットっていうのがこの本の名前になったんですそれはアーから来てるんです で今度は旧約聖書をギリシャ語に訳した聖書が出てきますこれが70人役あるいは70人役とも言いますが70人役聖書というのはギリシャ語の旧約聖書なんですそのギリシャ語では今言った愛超か、キノットをスレノイという言葉に訳したんですスレノイ同じ意味ですギリシャ語で超過という意味です 弔いの歌さらに今度はカトリックが使っているブルガータ訳聖書とこれラテン語なんですラテン語訳ではその言葉をスレニと訳したんですだからキノットもスレノイもスレニも全部弔いの歌という意味ですそして英語訳聖書もその伝統を採用して英語ではラメンテーションというんですあるいは The Lamentations Jeremiah of エレミアの愛歌という呼び方になって日本語訳聖書もその伝統を踏襲して愛歌という訳にしたんですつまりこれは弔いの歌なんです誰かが死んだ時に歌う歌です誰が死んだかというのはこれから見ていきましょう署名は「あ」というところから出ているということを覚えてください2番目 アイカの特徴アイカは前回取り上げたエレミア書の続編ですあるいは後書きです後書きポストスクリプトといううな言い方をしますが本編があってそれが終わった後で後書きをくっつけてるわけですねで、 これがと書きだっていうのはどうして分かるかっていうと例えばさっき七十人約聖書の話をしました七十人約聖書は旧約聖書の何語訳ですかギリシャ語訳これはねテクニカルタームだけど覚えておいた方がいいですね七十人約聖書新約聖書が旧約聖書を引用するときに多くの場合七十人約聖書から引用するんです七十人約聖書ではエレミア・アイカの 1> 1章の1節の節前前に前書きががくっついててるんです。私が訳ししみました。どういう前書きかというとこれです。イスラエルが捕囚に惹かれていきエルサレムが荒廃した後エレミアは座して嘆きエルサレムのために哀歌を読んでこう言ったと言ってから一章一節が始まるんです。これが70人惑聖書の前書きです。もう一度言いますよ。 イスラエルが補修に惹かれていきエルサレムが荒廃した後エレミアは座して嘆きエルサレムのために愛歌を読んでこう言ったそして一生の一節が始まります先ほどブルガータ役の話をしましたブルガータ役は何語ですかラテン語ブルガータ役も同じ前書きをつけてますですからその前書きによって エレミアがエエレレミミ書の続編だといううこががかるるよになってんです予言したその通りのことが起こりましたさっき触れたようにエルサレムは略奪され神殿は破壊されたんですユダの民はバビロン捕囚に連行されましたその時に私たちだったらどうでしょうか 自分の予言能力を自慢するかもしれない俺が言った通りやろうというかもしれないしかしエレミアは違うんで彼は自慢ではなく大いに嘆いたんですそしてエレミアはこの「哀歌を書いたんですがこれは弔いの歌だって言いました「バカッとも言いますね「バンカっていう漢字ご存知ですか?「バンカのバンは引くっていう意味。 底辺の番だね。弾くっていうバンカこれは昔はあの中国のお葬式で棺を、まあ、荷車か牛車に乗せて弾いていくその時に歌った歌なので「晩歌」という名前になったと辞書には出てるんですね弔いの歌、バンカを彼は書いたんです。おそらくこれを書いたのはエルサレムが崩壊した直後だと思いますつまり起源。 百5 8 6年の直後ですね生々しいですこれ今すでに起こったことの直後に書いてるで弔いの歌「聴歌」っていうのは死者を弔うための歌です誰が死んだの誰かが死んだんだよこの文脈ではエルサレムが死んだんだよエルサレムが死んだことをエレミアは嘆いてるんですエルサレムが死んだ 神殿が破壊されたっていうのは、ユダの民の希望が破壊されたということとイコールですね。通常は、お葬式に出ると、弔辞っていうのが読まれます。弔辞で、個人の悪口を言う人はあんまりいません。まあ、会社の葬儀なんかでもね、まるまる君君と僕とは同期だった。 僕は入社した日から君の仕事に対する姿勢君のエネルギー君の知恵に驚嘆しそれ以降君から学ぼうと決めて本当に多くのことを教わってきた君のような良い友人はないこれが <laughs> 長寿の内容だよねまあ使いたい方は使って結構ですよ。 だけどエレミヤが書いている弔いの歌は褒めてないんです。彼はエルサレムの罪を糾弾し、エルサレムの罪への言及がたびたび出てきます。で今エレミアイカと僕ら言ってるんですけど、五章からなってるんです。でこの愛イカの特徴は五章の一つ一つが弔いの歌なんです。ということは合計弔いの歌がいくつあるの 5つあるということです。5つの弔いの歌からな,な,なってるんですね。そして私が一番この学びの中で祝福されたのは何かというと、この哀歌の内容は過去を振り返って悲しんでるだけの歌じゃないっていうことです。もう一度言います。過去を振り返るだけの悲しみの歌ではない。まだエルサレムに残ってる人たちがいるんです。 補修に惹かれていかなかった残れる者たちがいるんです。エレミアは彼らに対してメッセージを語ってるんです。それが罪がもたらす悲惨な結果を思い出せというメッセージ。そして神に立ち返るならば希望があるんだというメッセージ。ですから今日の最後の結論は罪がもたらす結果の恐ろしさ及び 神に立ち返ることによって与えられる希望。これが最後の着地点の二つのポイントになってきます。それでは今から構成に入りましょう。愛花の構成、三つのことを取り上げておきました。さあ、ノートをつけた方。ちょっと思い出してください。一番目が何でした?。構成。あ、あるね。一番目が嘆きのパターン。二番目が。 アルファベットか3番目が「キアズム」「考察育法」これがアイカの構成ですね。悲しいから書き殴ってんじゃなくてこれ学んでみるとねなんと自分の思いを正確に伝えるためにまたそのフィーリングを伝えるために彼が文学的に工夫してこれを書いてるかということです。実質がある形式は そのままぶつけた言葉よりもはるるかに力があるね美しいです美しいがゆえに彼のメッセージがストレートに伝わってくるこれがエレミア書の構成なんですね。さあ嘆きのパターン何かというとさっき一章の一節の始まりが「アー」だったでしょヘブル語で何だって言いました?「アイエカー」でしょ。「アイエカー」の繰り返しなんです。 イエカーっていうのは5章ありますから愛花が5つあるんでしょうその5つの愛花の中の3つまで5章の中の3章までこの言葉で始まってるんですさあ見てみましょう「愛花一章の一節」これさっき見ましたがもう一度読みましょう「ああ人の一章の一節」はい ああ人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている国々の中で大いなるものであったのに山芽のようになった諸州のうちの女王は区役に服したこれが一章の一節で「ああ」から始まっている最初の愛歌です最初の弔いの歌です次二章の一節はいご一緒に「ああ 主はシオンの娘をミイカリで曇らせイスラエルの境を天から地に投げ落としミイカリの日にご自分の足台を思い出されなかった。ああでしょ。あいえかですよその次4章の一節、はい。ああ金は曇り美しい黄金は色を変え聖なる石はあらゆる道端に投げ出された。 これも「投げ出されれているだねこれもアー」ですから1章2章4章5つある中の3つまでが「アー」で始まってるんですこれは意図的です意図的なぜ全部「アー」にしないのか全部「アー」にするのは芸がないバランスをとってるわけですねだから123が来ると思ったら3は飛ばして4なんです なぜ「語」が来ないのか「語」が結論で内容がまた違うからです。これは2番目にアルファベット化です。アルファベット化っていうのは1章から4章までがアルファベット化なんですが日本語に訳すのは不可能です。いや日本語だけではならどんな言葉でも不可能です。つまりアルファベット化っていうのはヘブル語のアルファベット22文字あるんだけども それぞれの説の始まりがヘブル語のアルファベットまあ英語で言うと ABCA から Z までねその順番で言葉の始まりが並んでるんですこれがアルファベット化ですなんでそんな技巧を凝らす必要があるのかこれはちょっと後でコメントしたいと思いますヘブル語のアルファベットは今何文字あるって言いました ?22 文字ということは アルファベット化になっているのは1章と2章と4章なんです。1章、2章、4章はということは何節からできている ?20 あ、ごめん、何節からできてる ?22 節からできているんです。それ聖書を持っている方は確かめたらいいです。ということはアルファベットだからです。さあ、1章、2章でまた3章が飛んでいるでしょう。3章を見てください。3章は何節からなっていますか 聖書を持っている何でしょう ?66 章、66節ね。3章は66節なんです。3章は違うんです。なんで違うかっていうと、アルファベット化が3倍のボリュームで出てくるんです。いいですか ?22×3 が66でしょうということは、普通は A、B、C で並んでくるのは A、A、A、B、BB、B、C、C、C で並んで66回出てくるんです。これが、 アルファベット化1章2章がそれで3章が3倍になって4章で元に落ち着いて5章で別のテーマに入っていくという構成になってるんです5章だけがアルファベット化ではないんですただ5章も説は何説ですか22説だからバ,バランス取ってるんですアルファベット化じゃないけど22説にしてあるんですこのようにものすごく技巧を凝らしてこの歌を エレミヤは作ったんだということがわかりますさあそこで問うべきはアルファベット化になっている理由は何だと思いますか僕もよくメッセージをするときに ABC で並べたりアイウエオって言ったり覚えやすいようにしてあ、言ってしまったな <laughs> 言ってしまった はい何だと思いますかえそうですさすがですこれはねアルファベット化にしてあると覚えやすいんですだからエレミヤはこの書は将来の世代に向かって書いてるだ,だから子供の時からこの書を暗唱するのにアルファベット化だよって教えられてアレフ・ベイティ・ギメルという順番に覚えていけば暗唱できるんだ エルサレム崩壊から来る教訓を民が忘れないようにという目的でこれを書いているでもそれだけではないと思う。もう一つ考えられることがあるんです A から Z 例えばあ「あなたの歌のレパートリーはどれぐらいあるんですか?」と聞いたとしますと「A から Z まであるよ」って言ったらどういう意味 ああありとあらゆるるものがあるっていう意味だよね A から Z まであるよってだから A から Z まであるこれは罪がもたらす結果の恐ろしさを教えるつまり罪が満ち満ちた時に何が起こるのかということを教えるエルサルムが経験したのは神の裁きの A から Z なんだいいですか。か罪を犯した時に神の裁きがフルに下ったらどうなるかということを伝えるために。 エレミアはこれを書いてると思われますよ。残念です。日本語訳聖書ではそれが出ていない、言葉には訳せない言語の技法があるということです。もう一つは今度はキアズムです。交差追求法です。もともとヘブル語のユダヤの詩っていうのは追求法なんです。追求法というのは A っって言たたら次 B 次、A、B A'B' 似たものを集めるんだ,だから詩篇なんか読んでいてもね主は大いなる方言ったら次に全ての民からあがめられるべき方同じこと言ってるよねだから山々は手をたたき木々は歌を歌う似てるでしょこんな言い方が追句法なんです。 だから英語の言葉や日本語の例えば五七五とか味噌一文字というようなあの音,を音を限定する音を踏むというようなことはあまりないんですね。でも何があるかというと追句法です。似た概念を並べる。その追句法の中で交差追句法というのがあってそれはたすきのようにねじれてるわけです。から A、B って言ったら今度は A'B' じゃなくて A、B、B'A' というふうになるこれ交差してるわけですね。これがキアズムという言い方なんですね。あるいはカイアズムとも言います。キアズムですからエレミアのこの哀歌の5所を見てると意図的な文学的工夫があります。もうすでに工夫があるというのは散々見てきたんだけどさらにあるんですね。 一章の内容は、民に焦点を合わせています。読めばわかります。二章は、今度は、ヤハウェ、主に焦点を合わせています。三章は、苦難の中でのエレミアの応答です。四章は、再び主に焦点が合わさってます。五章は、民に焦点が合わさってます。ということは、テーマが一章は、最初の弔いの歌は、 民がテーマです。次がヤハウェです。次がエレミアです。次がヤハウェで最後が民です。このように民、ヤハウェ、エレミア、ヤハウェ、民とこういうふうにたすき掛けのように流れがなっていってるんです。で先ほどアルファベット化を採用していない章が五章だって言いましたが、なぜ五章がアルファベット化を採用していないかというと、 これは完璧な対象表を破るためです。そこまで完璧にしない。破ることによって逆にすっごい意味が強調されるんです。五章の内容を強調したいから、つまり読んでいって五章もアルファベット化になるんだろうと思い込んでいる読者に対してなってない、これは何だと言った時にその内容は神の裁きに対する民の応答なんです。民がこの最後に エレミアのこのアイカの内容を聞いてあるいは読んで応答してるんです。とっても重要な内容が五章に出てくる。アイカ五章の一節見てみましょう。見てください。はい。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。帰り見てください。バビロン保守に行くまではこんな祈りしなかったんだよ、民は。 これは何ですかこれは信仰の祈りだよ。これは主に立ち返ろうとしている祈りだよ。さらに五章の一番最後、22節。五章は22節からなってます。22節見てください。それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか極みまで私たちを怒られるのですかこれは神様に疑問を呈してるんじゃないんです。 これはあえて言えば習字疑問文で「あなたは本当に私たちを退けられるのですかそんなことはまさかあなたにはないでしょう」って言ってる「あなたは極みまで私たちを怒られるのかいえいえそんなことは決してないでしょう」という祈りの言葉でつまり信仰の言葉で哀歌が終わっているここに悲しい悲しいエレミア愛花の希望があるんだと。 五章にあるんだということこれがエレミア・アイカの構成になっているんです何とも侮れない短い章ですけれどもすごい章ですこれで全体の解説終わりましたので着地点に行くことによって再び愛イカのメッセージを組み上げたいと思います 今日着地点が2つありました。1番目、不信仰の罪がもたらす3つの嘆き。これはね、今私たちはエレミアイカを学びながら、第1番目の嘆きについて学んだわけですね。エルサレムの崩壊とバビロン捕囚を目撃したユダの残れる者たちが嘆いてるんです。エルサレムに残ってるその人たちが現状を見て嘆いてるんですが。 エレミアもその一員ですエレミアもまたそれを嘆いてます。エレミアは残れる者たちの代弁者として主に背を向けた結果起こったバビロン捕囚という悲劇を嘆いてるんです。これが一番目の嘆きで今日それを学んだわけです。不信仰の罪がもたらす嘆きですね。 2番目の嘆きがあるんですねそこから出てくるご自分は罪がないのに罪人のようになってくださり受けなくてもいい裁きを受けてくださったお方の嘆きそれは誰のことを言っているか皆さんわかるでしょう十字架上でのメシアの嘆きです。それが エレミアイカの一章の十二節なんか見てるとすごく感じられるんですね。はい、ご一緒に。道行く皆の人よ、よく見よ。主が燃える怒りの日に私を悩まし、私をひどい目に合わされたこのような痛みが他にあるかどうか。メシアは私たちの罪のために不条理な苦しみを通過されたんです。 そのメシアの嘆きを暗示しているかのような愛かの言葉でありますさらに将来のイスラエルの民の嘆きがここには指し示されているように感じます。終わりの時代不信仰なイスラエルの民が体験する嘆きっていうのは何でしょうか彼らはどういう状況を通過しなければいけませんか 彼らは。大患難時代を通過するんです。エレミヤ三十の七。まあ、ごめんなさい。エレミヤ書の。はい。三十の七です。これね。エレミヤ三十の七です。はい、あそこが三十ですね。はい、ご一緒に。災いだ。その日は大いなる日。このような日は他にはない。 ヤコブの苦しみの時だしかしヤコブはここから救い出されるとありますヤコブの苦しみの時っていうのは何かというと大難なことなんですだから不信仰なイスラエルの民はエレミアの時代にバビロン捕囚という苦しみを通過したそれと同じように不信仰なイスラエルの民は将来大観覧時代を通過するんだという嘆きが ここで歌われている。だから私たちは不信仰の罪がもたらす嘆きについてしっかりと自分でも捉えておく必要がありますここで終わったらあまり希望がないねで最後もう一つです今度は希望で終わりたいと思います「新明期28章」との関係です「新明期28章」との関係です 神様の御言葉を説く者は説教者として召されている者は最後必ず希望のメッセージで終わらなければなりません。旧約聖書の預言者たちは必ず希望のメッセージで終わります。御言葉を取り上げる者もそうであります。ですからメッセージを聞いた人が聞き終わってからやっぱり私は罪人だったんだと深く確信して変えるようなメッセージではいけません。 私は罪人だけれども希望があるんだイエス・キリストの愛があるんだという喜びで帰っていくように最後希望を宣言しなければなりませんエレミア・アイカと神明期28章が関係があるんだということを指摘した人がいるんです神明期28章は長いですから全部は今日は読みませんがこれはね 1975年のことでしたダラス神学校で修士論文を書いた方がいましてねジョン・ンマーティンという方ですこの方が「哀歌の内容は「神明期に予言されている呪いが成就したことをエレミアは示そうとしたもんなんだ」つまり哀歌を読んでいると「神明期28章の予言が成就しているということは分かるんだ」という論文を書いてとっても素晴らしい。 反響を呼んんだでですすねその通りですつまりエレミアがエレミア書や哀歌で表現している悲しみや苦難はエレミアの前約900年前にモーセが予言していたものだっていうのはこの,言のこの論文のテーマなんです。モーセは何を予言していたかというと不信仰がもたらす悲惨な結果をモーセは予言していたんです。 そしてエレミア愛花を読むと神はご自分の約束通り不信仰と不従順の罪を裁かれたっていうのはわかるんです。モーセが命明二28章でエレミアの約900年前に予言していた罪に対する裁きが A から Z まで成就したんだとエレミアは言ってるんです。さあ、では裁きの側面だけだとしたら なぜエルサレムに残りの民がいるのなぜバビロンから70年後に帰還してくる人がいるのそれは、神はご自分がイスラエルと結ばれた契約に忠実な方だからです。それもモーセが申明記28章で予言してるんです。イスラエルは罪の上に裁かれたんです。その通りなんです。申明記28章の成就です。しかし、イスラエルは、 完全には滅びなかった。なぜかというと、神の恵みのゆえに滅びることがなかったんです。そして、新明期の30章の1節から10節では、悔い改めるなら、イスラエルは回復されるという予言があるんです。エレミアは、新明期の予言通りに裁きが成就したけれども、滅びなかったのは、神の契約のゆえであり、民が神に立ち返るならば、イスラエルは 回復されると、神明期30章の1から10で予言してるんです。それゆえ、神のこのご性質に基づいて、エレミアは、主への立ち返りを民に説くんです。罪に対して神が A から Z まで厳しく対応される。と同時に、神は、悔い改め神に信頼した者に、A から Z まで恵みと愛を持って応答される。これは、両方とも真理なんです。 だから裁きが成就したから今や恵みが成就する時代に向かって進むべきだっていうのがエレミア・アイカの一番最後の希望ですそれをもとにエレミア・アイカの3章の21から32を見てみましょうこれはエレミア自身が神様に応答している内容ですちょっと長いですけどここまでアイカのメッセージを聞いた後これを読むと 腹に染み込んできますこれは神が契約に忠実な方であり立ち返るものを決して見捨てないという約束の内容です、はい、ではエレミアがこう言ってるんです読みましょう、はい、私はこれを思い返すそれへ私は待ち望む私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる、はい、何で滅びなかったんですか全部 主の恵みによる、恵みっていうのは契約に対する神の忠実さのことです。はい。主の憐れみは尽きないからだそれは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと、私の魂は言う。それゆえ、私は主を待ち望む。エレミアは主を待ち望んでる。なぜかというと、主が、 契約に忠実な方であり、朝ごとに新しい恵みを持って私を導いてくださるから、彼は主を待ち望んでいるんです。主の前にひざまずいてる。主を崇めている。主に仕えてるんです。はい。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首気を負うのは良い。それを負わされたなら、一人黙って座っているが良い。 口を塵につけよももしし希望があるかもしれないエレミアはここでイスラエルの民が経験したバビロン保守やエルサレム破壊のことを言っててよかったんだよまだこの国は若いからこれから希望があるから若い時に受けた試練は逆に祝福になるんだよそれゆえ黙して試練の意味を深く考えようじゃないかと言ってるはい自分を打つ者に頬を与え 十分そしりを受けよ主はいつまでも見放してはおられない。なぜ敵が言うままにさせておいていいのか、それは主は生きておられて、最後に主ご自身が復讐するは我にありと言ってくださるからです。あはい。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって哀れんでくださる。ハレリア。これがエレミアの応答なんです。これが 新明期28章に基づく神の裁きの予言と神の恵み祝福の予言なんですすべて神との契約に基づくイスラエルと神の関係です。愛歌の一番最後が5章ですが5章の一番最後の聖句21、22見ましょう。21、22。これは愛歌に書かれた教訓を学んだ人々の最後の祈りです。はい、ご一緒に。 主よあなたの身元に帰らせてくださいほら驚かないだって主に背を向けてエジプトと関係を結べ主なんかどうってことないよ何の助けにもなんないからって言ってた人がバビロン保守を経験してエレミアの愛歌を読んでそこから教訓を学んでなんて言ってるんですか「主よあなたの身元に帰らせてください」いいなないさい。大観難時代に何が起こるのか。イスラエルの民が滅び を目前に帰った時にた主をててあるんですね主をあなたの身元に帰らせてください次私たちは帰りたいのですこれ信仰悔い改めの告白でなくて何ですかはい次私の日を昔のように新しくしてくださいそれともあなたは本当に私たちを退けられるのですか極みまで私たちを怒られるのですか こここで疑問みたた。いいな言言葉が出てきてききる。さっき言いましたこれは習字疑問文ですがあえてこういう表現にすることによってあなたは私たちを退けるはずのないお方なんだからということを民は祈りの中でで強調しているんです。エレミアイカの希望は何なのかそれは「神は契約に基づいて罪を裁かれた A から Z まで裁かれた」。 同じように神は悔い改め神に立ち返るものに契約に基づいて A から Z まで恵みを与えてくださる。これがエレミアイカのメッセージだからアイカは希望の書なんですアイカは最初ティッシュペーパーが必要だけど最後は涙が乾いて大声で笑い喜んで神を讃える書なんです最初に オリーブの家でのショートメッセージの話をしました。人生やり直しが効くんだ。キリストにあってやり直しが効く。アメンあなたは愛されている。アメンそれゆえ神を恐れて生きなさい。それゆえ神を恐れて生きている人と共に生きていきなさい。これがエレミア・アイカのメッセージであります。お一人お一人に神様の声が届きますように。 ご一緒に祈りましょう。天の父なる神様今日エレミアイカを通して苦難の日にあなたを求めることの幸いをもう一度確認することができましたあなたは契約に基づいて罪を A から Z まで裁かれましたが 同じ契約に基づいて立ち返る者を A から Z まで恵みを持って受け入れてくださるお方でありますあなただけが私たちの神です主をどうぞあなたに立ち返らせてください常にあなたと共にあいましてください主イエスキリストの皆によってお願いいたしますアーメンご一緒に祈りましょうこの無料配信は 皆様のお祈りと献金によって支えられています。